ありがとうございます。静岡にせっかく来たもんですから、静岡の話をしてみたいと思います。静岡というのはその単独では歴史の上では成立してなくて、やはり東海地方と山梨県と含めて、まあ東海地方という一つの中で、考えてみたいと思うんであります。人間の知恵というのは、こういう静岡のようないいところではなかなか知恵というのは発達しないものであります。静岡っていうのは、まあ日本国の成立というのは弥生式の時に、まああれは国ではありませんけれども、我々の日本社会というものがこの稲作が入ってきて初めてできたわけであって、稲作以前のいわゆる縄文時代って言われている時の日本の社会っていうのはどんなもんか、これはこれで考えてみると面白いんですけれども、しかし一応日本の社会ができるのは稲作からできるわけで、それは静岡は誠に適地でありまして、こういう適地では容易に、どう言いますか、知恵を発達しないんだよ。山梨県が、面白いところであります。静岡人にとっては、甲州の人っていうのはどっかいかがわしくて、どっかこう油断ならなくて、どっかこうバカにしてるところがありますでしょう。甲州から、静岡の農家に働きに来るっていうのは江戸時代は普通でありまして、あれは甲州の人間はちょっと俺たちよりも下なんだと思いがちでありますけれども、そうじゃなくて、非常に悪い土地でありますから、ここで人間の知恵が発達したのが大体鎌倉の起こる頃に非常に発達してきておるであります。どういう形で発達するかといいますと、ご存知のように甲州というのは山国でありまして、で川がこの急流であります。ことごとく急流でありまして、でここで稲作を作るのは、もみをまいて苗床を作って稲ができるという具合じゃありませんで、石垣を作らなきゃいけない。そして、水をせき止めたり、あるいは、水の流れを変えたり、いろんな工夫をしなきゃいけないものですから、甲州で日本の土木が発達したわけであります。これは普通言われてませんけれども、異常なぐらいの発達であります。土木というものが我々の社会を随分変えたんだとい う今日のイメージでなくて、過去のイメージに、頭を持っていっていただきたいんですけれども、人間の知恵の中で一番大きな仕事は土木だったということにして、考えていただきたいと思うんですけれども、面白い例を挙げますとですね、戦国の頃というのは、武田信玄の時代というのは非常に甲州の華やかな時代ですけれども、これはなぜ華やかだったのかというと、武田信玄が出たからだけではなくて、甲州人はその土木の名人でありまして、隅々までその甲州の田んぼというのは土木によって出来上がっておるわけで、ですから甲州人というのは大体土木ができたようである。ですから、江戸の初期に家康が佐渡の金山を開くときに、佐渡の金山を受け持った人は一番上の役人の大久保長安という後で、ひどい目に遭う人ですけれども、大久保長安から下っ端の役人まで、
広州人であります。ご存知のように、このゴールドの金の話を少ししますが、ゴールドの金というものが日本人を非常に変えたんだという話でありますけれども、黄金というのは日本では奈良町の時でもピンとこなかった金属であります。世界の先進地帯、これは中近東からヨーロッパにかけて、あるいは中国、黄金というものはの価値はみんな知っておった。特に中近東から西のヨーロッパにかけては黄金は通貨であった。ところが日本の場合は、本当の意味の通貨は江戸体制が滅びて、滅びるまで、黄金というものは通貨じゃなくてお米が通貨であったというのは皆さんご存知の通りであります。お侍は100石取りとか、50石取りとか、お大名は70万石とか、全部お米であります。ですからお米が実際の通貨であって、黄金については小判なんかがありますけれども、これは一生見なくて、終わるという人の方が多くて、そう流通した通貨ではなかった。しかしながら江戸時代っていうのは、びっしりと、通貨の時代でございますから、まあ少し暮らしのいい人なら、小判は触ったこともあるし蓄えておるということもあり得るわけで、それ以前はどうかというと、全く黄金の音痴の国でありまして、だいたい日本語のこの私はわざわざ黄金と言ってるのは、黄金と言ってもいいんですけれども、日本語でこの金とか金とかっていうの、金と書いて金って読んで金属を全部を指したりしますが、わざわざ特別にゴールドというような言葉がせいぜい、黄金という言葉ぐらいであって、曖昧な言葉である。でこれはピンとこなかった証拠であります。その徳川家康が佐渡の金山を開くまでの間、とにかくピンとこなかった。つまり、奈良町のちょっと前に、飛鳥時代がありますが、それよりちょっと前に金明天の時に、百済から仏像がやってきたと、仏教がやってきたといって、いうことになっております。確かにそうであります。その時のその日本書紀の文章が非常に面白くて、異国の仏はキラキラシという、キラキラしておる、キラキラシという言葉がありますが、金メッキしてあるわけ。それでびっくりして、金じゃないかと、まあ、メッキということは分かってても、とにかく芸術的ショックといいますか、そのどう言いますか、大体それまでの日本人ってのは、日本は若い社会なんだというのは私の結論なんですけども、非常に若い歴史の社会で、これからどうなっていくのか、世界史的にも面白い国だろうと思うんですが、その非常に若くて、大体黄金を見て、ショックを受けただけでなくて、仏像は人間の形しておりますが、こんなにこの彫刻できるものかと。それまでは皆さんご存知のこの埴輪のようなものしかなかったわけで、これはもう稚拙というよりも誠に、無邪気なものであります。それが、ミロのギリシャ彫刻ほどではありませんけれども、とにかく仏様が人の形をしているというだけで、もうこれだけでショックを受けて仏教に入ったわけであります。ですから、その仏様が金メッキしてあると。で金ということは無論4世紀5世紀6世紀の日本人は知っておるわけで、どうして知ってるかというと、新羅には随分金が出ると。で、朝鮮人はどういうわけだか知りませんけれども、金が好きでありまして、我々の朝鮮系と思われる古墳の出土品で、よく金無垢のイヤリングだとかが出てきますけれども、韓国の出土品では全く金だけの冠だとか、もう金以外何も使ってない冠だとか、
今の感覚から言えば非常に悪の強い感じのするものがありますが、これは話がちょっと飛んでいきますけれども、韓国特有のものであります。中国でもあまりはありません。中国というところは最高の価値を金に置かずに玉に置いた国ですから、これも変わってますですよね。玉っていうのは簡単に言うと大理石の上等なやつであります。玉に置いたわけで、金殿玉楼と言いますけども、玉が一番上でその次に金とか銀とかがあったわけで、ヨーロッパはだいたい金であります、ね、金を非常にこのありがたかった民族っていうのはヨーロッパの中でも、南ロシアに、紀元前3世紀ぐらいに出てきたスキタイという民族が金が好きであります。スキタイっていうのはご存知のように遊牧を発明した民族であります。顔形は西洋人の形をしておりまして、馬に乗って走り回る。馬っていうものはそれまで乗るもんじゃないと思ってたのが、ところが馬の背中に人間が乗って走り回るっていうのは、これはもう大変な発明であります。この発明に驚いたのはずっと後のコロンブスがアメリカ大陸を発見した時にインディアンがびっくり仰天したのは、スペイン人が馬の上に乗ってると、これはお化けじゃないかと、人と馬とがこう一体になってるお化けじゃないかと思って、インディアンがもうびっくりしてしまったわけでありますが、それを紀元前3世紀頃にスキタイが発明しまして、そして遊牧のシステムも発明した。それまで人間は遊牧ということを知らなかったわけで、遊牧っていうのは皆さんこの非常に古い産業だと思いですけれども、人類の歴史から言ったら非常に新しいモダンな産業だったわけで、それはそれとしてこのスキタイが非常に金が好きだった。今でも南ロシアのスキタイの出土品は金が多くございます。ベルトのバックルも金であり、いろんな道具は金である。でこの金が、金の好きな民族が、中アジアもしくは北アジアを通ってずっと来て朝鮮半島に影響してるんだろうと。朝鮮半島のゴールド好きっていうのは、古代朝鮮半島のゴールド好きっていうのはそういうわけだろうと思うんでありますが、日本はそうではなかった。で金というのはだいたいこの川とか山とかにこの転がってるもんであって、鉱石を取って金にするまではなかなか人知は至らなかったんですが、朝鮮半島の古代朝鮮半島の金好きっていうのも、川なんかにあるこの粒状の金、あるいは砂状の金を拾ってきて、金は加工が簡単でございますから作ったもんで、それが日本列島にではそういうものがあるんだと、現物も見たことがあるという程度が、紀元前後から6世紀ぐらいまでの日本人の感覚で、金には鈍感だったわけだよ。ね、異国の仏はキラキラしであって、びっくりして、それから次は仏を作らなきゃいけない、仏を作るには金が必要だと、金メッキしなきゃいけないというので、輸入しておったんですね。ですけど大仏を作るときに、大きな金を必要ですから、大仏さんを作るときに、随分つまり朝鮮から渡来した人たちを使って、金を探させております。で大仏さんができる頃、奈良町の頃でありますが、陸奥の国から金が出たというので、日本書紀では確か金というのは異国のもんだと思ってたけれども、我が国にも出たと言って、聖武天皇が大仏様に文章を書いて、大仏さんのお祈りをする文章を書いている中にそういう文句があります。ですから随分金について鈍感であって、それからずっとその、平安朝の頃でもせいぜい金が登場するのは平家の末期の平家の頃に、お経を金の文字で書いたと。ご存知のように今時金泥のお経は平家のお経というのがありますが、それぐらいであって、皆様がこう
平安時代の王朝の文化を想像されるときに金金満々のイメージはないと思うんだよ。あまり金も使ってなかった。それが鎌倉に入りますといよいよ金と関係がない、黒っぽい感じの彫刻がたくさんあります。ですからその金というのはたとえ取ってきても持ってても、あ、珍しいもん持ってるねって言って言ってしまいというほどでもないんでしょうけども、通貨にはならなかったような感じであります。それが通貨になり始めるのは西洋人に教えられたわけであります。室町の室町時代っていうのは大貿易時代でありまして、ここから様子が変わるんであり、室町時代から我々の生活文化が出発するようだし、室町時代から日本の本当の庶民を入れた歴史が成立するわけでありますけれども、それはイスパニア人とかスペイン人とか、あるいはその前にアラビア人とか航海を始めまして、大航海時代を書き起こすわけですが、それが中国の南中国の港に来て商売を始める。ところがなかなかゴールドが手に入らない、日本に行けばいいだろうというんで日本人を巻き込んでしまう。この間朝鮮人というものは巻き込まれてないのは、もう朝鮮にはゴールドがなかったわけである。ですから、日本にはもうその頃何て言いますか、少しはあった。まあ砂金とか、さっき言った粒状の自然の金であります。で、その室町時代っていうのはとにかくこの世界史に日本が登場する重要な時代であって、室町時代でもって日本は成立するんだと、我々のこの非常に細々したことを言いますと、床の間だとか、これはどの家でも日本座敷があれば床の間があります。これも室町時代。それからすき家武神っていうのは今の日本建築のことであります。すき家武神の建て方も室町の大工が発明したのをいまだに踏襲しておる。それからお座敷にこの壁を塗る呪絡といったりして、非常に品のいいものでありますが、これも室町から始まる。どうもこれは中国の影響のようであります。それから家の外壁に白壁を塗るというのも室町時代である。それから、お能が始まるのも室町時代。それから文章を書くというのは普通のお公家さんじゃなくて普通の人間が書き始めるのも室町時代。もうあらゆるものが出てくる。そして、門閥が破壊されるのも室町時代。門閥っていうのはもう宇治郡上だけで人間が成立しておるっていうのは、もうこれは律令時代、つまり奈良平安朝の頃から平家の頃、源氏の頃、鎌倉を通してみんな、そうでありますが、室町からガタガタに崩れるっていうのは貨幣が登場するからであります。貨幣は、普通の通貨はこれは銅でありますが、ご存知のように一文銭で永楽銭と言われているのは、これ明から輸入してる。造幣局を外国に持ったというのは非常にのんびりした国でありますけれども、でそれは、金を持って他の商品でも買いますけれども、その銭を買いますけれども、金を持って買うことが多かった。だから、日本のこの砂金は随分その頃に出ていって、そしてそれにつられてイスパニア人、ポルトガル人がやってくる。いよいよ日本はその大貿易時代に、大航海時代に入るわけであります。で日本の生活文化が沸騰して、で貨幣というものが一つの日本人の価値の基準になっていく。で貨幣っていうのは向こうでは聖書の時代からもう通貨でありますけれども、我々は本当の意味で貨幣時代を迎えるのは室町から でこれは門閥を否定する、中世のいろんな雰囲気を否定する最大のこの要素になるわけであります。これはやがて織田信長の
自由商業である、楽一 楽座に行くわけでありますけれども、何にしても室町時代が門閥をというこの中世の伝統をガタガタにしたわけで、こういうガタガタにしたんでなければ100年のうちに古事記のこのような秀吉が出てきて天下人になるということを容認されるはずがないんで、宇治出場ではないんだと。人間は例えば秀吉の場合は才能であると、才能であるというのはこれは貨幣経済が生むもんであって、中世的な、いわゆる封建体制といいますか貨幣と関係のない政治体制の中では才能なんかは関係ないわけで、門閥であります。それが室町で壊れてしまったもんですから、信長とか秀吉が出てくるわけであって、この貨幣の、時代の重要な要素をなす黄金というものは、それでもなお砂金自然金の状態で我々は採集してたんですけれども、この戦国時代になりますとですね、秀吉信長よりも以前の室町の体制が崩れて戦国の割拠時代になりますと、この辺には今川義元がいて、ここで初めて慶長小判よりも前に大判ができたという説がありますが、駿河大判と言ったんですかね、とにかく、はっきりとゴールドの貨幣が登場、日本歴史で初めて登場するのが静岡県であります。あるいは、その時代であります。その時代っていうのはどういうことかと言いますとですね、戦国時代も鉄砲が入るまでは大名は、飯を囲んでれば損でいいんだというお米経済であります。ところが鉄砲というものが入ってきて、まあ圧倒的な普及でもって全国に広がるわけですけれども、この鉄砲はお米で買うわけにいかないわけである。初めて、つまりお米10石で1丁なんていう勘定じゃなくて、初めて金何両で買わなきゃいけない商品を、初めて金で買わなきゃいけない商品が出てくるのは非常に独断かもしれませんけど、鉄砲の登場からであります。それは鉄砲っていうのは値段の高いものでありますが、これを生産しておったのは堺であります。および販売しておったのも堺であります。で、堺の商人から今川なり武田なりが鉄砲を100丁よこせと言ったら、じゃあ、黄金3000両でありますということであって、堺の商人がお米をもらってもしょうがないわけであります。それはそれまでの商人はお米をもらってもよかったんですけど、堺の商人っていうのは貿易商ですから、ポルトガル人や中国人やイスパニア人と商売するわけですから、それがゴールドで決済するわけですから、ですから国内からゴールドを集めなきゃいけないもんですから、鉄砲という値段の高いものはもうはるばるとお米なんか送ってくれるんだと、現金でくれと、現金でなきゃ売りませんということになったわけである。そうするとすごく現金のある国はないわけで、現金っていうのはゴールドのある国はないんで、そこで登場するのが武田信玄であります。その武田信玄が金鉱の開発をやるわけであります。この砂金の状態だけでなくて、鉱石をかき取って、あるいは掘り取って、それを精錬して、それでもってこの金を取り出すという、それには大変なこの土木が必要、化学も冶金学も必要でありますが、その冶金学の前に鉱石を掘り出すっていうのはこれ大変ですからね。その山をくり抜きましてですね、くり抜くと水が出てくるのは、まず水を排水しなきゃいけない、排水するためにはトンネルを掘らなきゃいけない、それからその金鉱を掘るためのトンネル、これも一つ一つこの木の枠を作って、柱を作って天井を作って、落盤しないように作っていかなきゃいけない。もう地下の地
下でこの一つの建造物を作るようなもんでありますから、大変な土木建築の能力が必要で、この土木の能力っていうものは非常にこう人間、この甲州のような悪い土地というのはここで幸いするわけで、人間というのはうまくできたもんであります。甲州の悪い土地から土地の連中は全部土木ができる。そうすると武田信玄はそれの中に賢い土木家を雇って、それらをにもっと賢い知恵の、つまりトンネルの掘り方を教えればどんどん掘っていくわけであって、その甲州人はもう全員と言っていいほどに、土木関係者だったわけであります。そして全員と言っていいほどに金鉱を掘る能力を持っておったわけであります。で、信玄はそういうことを一生懸命やらして随分金を手に入れて、そしてその金は堺に持っていかれて鉄砲の形になる。で、堺の商人はその金をポルトガル人やイスパニア人に、払うと。で、いろんな形の商品になって戻ってくるわけですけれども、イスパニア人なんかはそれを喜んで本国へ送ると。日本の金っていうのはもう戦国のこの鉄砲伝来以後はもうものすごい勢いで、外に出ていってしまったわけです。その日本の金山とか金銀山とかっていうのは大体この戦国の中期以後に開かれたわけで、発見されたわけで、それは諸大名が争って開発したわけです。駿河にも武田信玄側の半島に入ってたところに金山ってとこありますが、それも大きな金山だと。で、そういうものが金を掘り出しておって、やがて秀吉の天下統一なんですけども、秀吉の天下統一のした時に、こういう文章がありますが、太田牛一という人の、秀吉の右筆のようなことをしてた偉い人でありますが、その人の文章の中に、秀吉公というのは大変運のいい人で、天下をお取りになると日本国中の山川山野から金が湧くように出たと。確かにそうでありますが、そんなにうまいことはないわけであって、日本の各ブロックごとの戦国の諸勢力が一生懸命金を掘り出しては拙い技術で精錬しておって、精錬したやっとうまくいけた頃に秀吉が天下取ったもんですから、それで秀吉がこれ全部俺のもんだと、この金山も銀山も俺のもんだということで抑えちゃったもんですから、秀吉はもう徹底的に金山と銀山を抑えたもんでありますから、それを湧くように出るのは皆さんその努力したのは秀吉が横取りしただけである。信長や秀吉っていうのは後になって出てきて結局横取りしたわけでありますけれども、この人たちは土木の感覚はやや少なかった。でまして金山銀山を開くという感覚は少なくて、他の人の方がかえって努力しておって、その結果を取っていったわけですけれども、しかしその普通の政権ならば金や銀には鈍感であります。以前の政権なら足利政権が金や銀にさほどの関心がなかった。まああることはありました。金閣寺というのができてますから、あの頃からそろそろあったんですけれども、かといって、金山を開いたり銀山を開いたりするところまでいかなかった。秀吉はそれを全部抑えたっていうのはこれは面白い政権でありまして、貿易の政権だったわけであります。貿易というのは何と言いますか、日本の政権というのはですね、これ話は変わりますけれども、歴史的にこう見ますと、お米を基盤としておる政権とお金を基盤としている政権と2つあって、お金は貿易のことであります。その尖閣者としては平清盛の政権がお金を基盤としておる政権で、これはまだゴールドの認識がまだ日本にない頃に貿易家として彼は貿易でもって政権を維持しようと、で、総との間に、
貿易を開こうと思ったもんですから、ちょっと先走って失敗したわけです。ですからこの人は平家物語の最後の頃に出てきますように、福原遷都をやるわけで、それまで京都の都をもう全部廃止して、福原に奥家も全部連れていくと。福原っていうのはご存知のように神戸であります。今の神戸のことであります。で、神戸港を持って、貿易港にして、同時にその貿易で飯を食おうと思ったけれども、時代がそこまで行ってなくて、彼はその意味では尖閣者でありますけれども、それで倒れてしまった。で、平家も滅んでしまった。源氏は出てきましたらお米の政権であって、鎌倉幕府っていうのはもう金銀と関係ない。さっき申し上げましたように、鎌倉時代の彫刻というのも黒っぽくて金銀と関係ない。で、鎌倉政権そのものも貿易をやろうとは思わない。お米だけで百姓の上に成立した、非常にこの内向的な、外向きではない政権であります。で、この政権が倒れて室町幕府が政権を取りますと、足利家は貿易の政権でありますけれども、さっき言ったように大航海時代が始まっておりますから、貿易の政権でありますけど、不徹底であった。不徹底 で秀吉が戦国を治めて政権を取った時に徹底的な貿易政権になったわけである。貿易政権っていうのは具体的に言いますと、秀吉の直轄領っていうのは220万石ぐらいしかなかったわけである。加賀の前田さんを2倍合わせただけであります。220万石というと、秀吉の筆頭大名の徳川家康が、この東海地方から移されて関東に移った時に、関東の石高が220万石ぐらいであります。ほぼ同じであります。ほぼ同じで、あんだけの贅沢がよくできたもんだと。で、あんだけの、つまり栄華がよくできたもんだというのは、決して無理をしてできたわけでなくて、外貨を獲得してできたわけであります。で、家康の場合は、後で続いた家康の場合はお米の政権で、つまりお金の政権とお米の政権がずっと交代しておるような歴史であります。秀吉のこの豊臣政権という貿易政権が、のヒントを与えたのは無論織田信長であります。この東海地方というのはですね、どういうものか、この三河は大田舎でありますが、三河はどうしても遅れた地帯でありますけど、尾張というのは、今はまあ名古屋市がある程度でありますが、存在する程度でありますが、戦国期の尾張というのは非常にきらびやかな条件があって、交通は東国と上方との間のちょうどそこを通らなきゃいけない場所であったし、それに、尾張平野、つまり美濃平野、濃尾平野というのが海に向かってどんどん広がっていってた時代であって、どういう勢力がやってたのか、干拓事業ばかりやってる。これは信長が生まれる前にすでに、土地の勢力がどんどん山の土を運んできては、海にぼちゃんと投げ入れて、やがて陸地にして田んぼにしてしまうということをやっておった。つまり、ここですでに、あまり普通これをには注目されませんけれども、非常に重要なことなんでありますけれども、それだけの大人数を抱えて干拓地を作る、このお大名でも侍でもない、農民の金主といいますか、ブルジョアジーといいますか、が成立しておったわけで、それが、文書に残ってないものですから、何のタロベーと何のタロベーってことなくて、それがもう実にこの精力的に、干拓をやってはお米を作っておった。で、これは商人の感覚であります。干拓事業っていうのはお百姓の感覚のように思いますけど、お百姓っていうのは自分の田んぼを耕しているものでありますが、田んぼを増やそうというときに必ず大きな商人が出てきて、そこで冬暇な百姓を冬場に
全部1000人とか1500人とか集めまして、そして労働させると。その間の労銀は保証する勢力がなかったらダメですから、そういうつまりお米とは関係あるけれども商人の世界が、それも相当大規模な商人の世界がどうも尾張平野にはもう存在してたらしいと。でそういうものの商人の影響が信長の思考法であり秀吉の思考法であります。信長や秀吉っていうのはまず取引をして、こっち方についたらいかにお前さん得かと、つかなければやっつけるぞと。そうすると大抵くっついちゃうもんですから、そういう取引で天下を平定した人たちですから、その信長がこれからのつまり首都というのは、これからの首都というのは海に面してなきゃダメだと。その海もただの海じゃなくて港湾に面してなきゃダメだと。つまり昔々の平清盛が福原に遷都した感覚が初めて生きたのは信長であって、信長が大阪湾の奥に石山本願寺という勢力があって、これを立ち退きを命じても立ち退かないんで石山合戦が、長い宗教戦争が起こるわけですけれども、これは元は大阪に都を置きたいから本願寺を立ち退かせようとしたわけで、そのヒントは秀吉に受け継がれて、秀吉が山崎合戦で明智光秀を討った時にすでに大阪城を着工しておるわけで、天下を取った時に大阪城は出来上がっておるわけで、この大阪城の出来上がりも港湾を抑えるためであります。貿易を可能にするためであります。であれだけの大きな城を、そうするとどんだけの労働力が必要だとか、どんだけの人間が搾取されたかと、いうことになりますけど、ちっとも搾取してないんであります。全部労働は支払っておるわけであります、対価を。それまでの日本の、小さな、土地の勢力というのは、お城をちょっとしたお城を作るのでも随分百姓をただ働きさせて泣かせたもんだろうと思うんでありますけれども、秀吉の大阪城っていうのはあの辺の百姓に、確か日当はお米が一升だったか、ちょっと日当は忘れましたけど、これは宣教師関係の手紙なんかに出ておるんですけれども、日当をきちっと払っておって、一升なら百姓が今日は大根の種まきをするのをその自分の袋に任しといて、自分がその労働に出ればそれだけ得ですから、ですから喜んで、たくさんの人間が集まってきて、あっという間に出来上がったわけであります。これは商人の感覚であり、濃尾平野を干拓した、農村のブルジュアジーの感覚でもあるわけである。これは尾張人以外には当時思いつかなかったことだろうと思うんであります。で、そういう具合にして、秀吉のわずか220万石の直轄領の上にあれだけの大政権が出来上がったと。貿易であります。でそのために金が必要だと、金銀が必要だと、貿易の決済は金銀であるというので、全国の金銀の鉱山を抑えてしまったわけで、でそれを集めて、そして大阪城に入れておって、この落城した時にもう考えられないほどの金がなおあったというんであります。秀頼が滅んでしまった時に家康がそれを接収したんですけれども、とにかく純粋の金が、私は数字をはっきり覚えてませんけど75万両とか、その他そのまだ両というのは一つの重み目方ですから、目方にまだなってない、インゴットのままの、金がたくさんあったと。でこれが家康が接収して、徳川幕府の初期はこれで支えたわけである、この金で支えて、この金がなくなり、かつ佐渡の金山の力がなくなった頃に徳川幕府は衰えたって言われてますけれども、何にしても
これをまず抑えて、家康はその金銀を抑えてしまう一方、つまり冬の陣をやる前に、家康がすでに秀吉が死んだ翌々年に関ヶ原をやって天下を取りますが、早速佐渡金山を開くわけである。佐渡に金山があるそうだと、あれは砂金だけでなくて金鉱も出るそうだと、その金鉱というものを取って金にしようと、で相川という土地の山に主として甲州人を送って、で甲州人の親方の大久保長安というのを幕臣にして、これは武田信玄の農薬者の子供だったと言われてますけれども、素性定かでない人物を大久保岩見の神というような大変なお大名待遇にして、佐渡から金を取り捧したと、それはもうものすごい勢いで金が出てきたわけであります。ですから、佐渡金山というものが、徳川初期における佐渡金山のにぎわいというものは、世界の一二だったろうと、世界の金山の、その佐渡金山がどんどん金を出すときに、日本の金山額が世界一二だったろうと、3番目とは下らなかったろうと言われるのは、小畑淳という鉱山のことばかり研究さなかった人の説でありますけれども、おそらくそうだったろうと思うんであります。しかし、まあ金っていうのはすぐなくなりますから、金山っていうのはやがて痩せていきますから、徳川幕府の中期頃にはほとんど佐渡の金山はもうあまり働かなくなったわけでありますが、何にしてもそういうことでどうも歴史というものは大筋出来上がっているものらしいということを考えると、自分の国とか他の国とかっていうことがの姿が大筋として見えてくるような感じがしますですね。その次にこう話をですね、貨幣が登場する室町時代、そしてそれが圧倒的な形で貨幣経済というのは商品経済と言ってもいいんですが、営まれる江戸時代いっぱいというものがなければ、日本の今日というものはないわけであります。日本人っていうのは、中国、朝鮮、ベトナム、その他のアジアと比べて違ったところを一つ挙げようと、もし言われるならば、中世の末期に合理主義が成立してた国だということが言えると思うんであります。合理主義って今簡単に言いますけど、人間は合理主義がなくて非条理に暮らしておったのが歴史が長うございます。ヨーロッパの中世もそうでありまして、神様というものがあり、王様の権利というものがあり、いろいろで、その非常に非合理なもん、非合理に暮らしておった。で、中国も儒教という、どうもよくわからない、儒教という生活宗教のようなもんでありますが、儒教思想で出来上がっておった。日本がそういう大きな思想が入ってこなかった、仏教も含めて、仏教も切れっぱしが入っているだけでシステムとしては入ってこなかった国であります。でそこで、合理主義が成立したっていうのは、そういうことも海教とかキリスト教とか儒教とか、その点としては入ってるけど面としては入ってこなかったところであるという説明もできますが、他にいろいろの説明法があると思いますけれども、事実として合理主義ってものは成立しておったと、中世末期の室町時代にはもうすでに成立しつつあったというところが特徴的だと思うんであります。合理主義っていうのは何だということになりますけれども、これの定義は難しいんですけれども、織田信長が無神論者であったということは、これは世界的にもちょっと、その織田信長は物を書いたりする思想家じゃありませんが、行動者に過ぎないんでありますけれども、それでも彼が無神論者であったということははっきりしておるわけで、宣教師なんかも書いておるし、信長の原稿を見てもそうでありますが、
面積な無神論者であったということというものは、合理主義の成立した社会というものを除いて考えられないわけで、無神論者である彼を社会が容認しておったわけで、そうでなければ気違いであります。そしてその、これだけでも分かりますが、合理主義っていうのは要するに、そこに、例えば物を見る目が厳密なリアリズムが成立しておる、厳密物を三角は三角である、円は円であると見る目が合理主義でありますが、その合理主義ってものは商品経済が作り上げるものであります。商品経済のないところでは合理主義は出来上がらないんであります。商品経済っていうのは、この値段、この商品は同じ商品なのにこっち側の方が100円高い、これは認識リアリズムであります。大小でいうとこっち側の目方の方が5グラム重いと、これはおかしいじゃないかと、こういうふうに見る目であります。それから品質が、こっち側の商品は1年使っても壊れないのにこっち側は三月で壊れると、これはおかしいじゃないかと。つまりこの精神っていうものは合理主義の精神で、後で学問になったり社会の体制を突き崩したりしていくもんでありますけれども、この精神というものが出来上がらせるのは非常に簡単なことで、商品経済が生むもんであります。これはもう洋の東西問わずに議論の余地のないもんであります。例えば教会だけで支配されている、古代以来の生産形態を保ってきた、自給自足の農村で、ヨーロッパのある村がそうだとして、他と交渉がなくて教会だけの支配で教会ご飯を作ったり羊を飼ったりしてきた村で、合理主義は成立しないんである。商品経済が生むわけで、ね、その個人の自由というほどのもんじゃありませんが、個人というものが、個人、少なくとも、商品経済は一般論で言えば、一般論で言えば合理主義と個人の確立というものを作るんですけど、日本はなかなか明治になっても議論をして、なかなか個人の確立はできませんでしたですけれども、しかしこれはヨーロッパに比べての話であって、アジアの他地域と比べますと、その個人は室町時代ぐらいから日本的な意味で確立されて始めているような感じがするわけであります。今から思っても平安時代の人々っていうのは、なんだか顔に目鼻がないような感じで、誰が誰だか区別がない、なんだか貴族だけでなくて農民のことを思っても、農民はもう数の子のようにビチッとこの同じ形のが固まってる感じだし、貴族も、まあ個性がないみたいな、特別な人は別ですけれども、ですけどこの室町から以後の人を今振り返ってみても、目鼻立ちがはっきりしてて非常に、個性的であります。例えば家康のとはどんな人かと、あるいは秀吉信長はどんな人かっていうのは、皆さんもうはっきりとそこにいるように区別できるわけであって、どうも顔形がはっきりしてくるのは室町以後じゃないかと思うんであります。でそれは商品経済が出来上がることによって、人間が個別的になっていく、そして人間個別的になって、それ非常に個人が確立したというヨーロッパ風にまではいかないですけど、ややアジアの他の地域から見れば個人がいる感じがする。それが日本歴史の一つの特徴であります。その江戸初期、江戸の初期が少し終わりましてですね、江戸の中期ぐらいに差し掛かる頃に不思議な思想が出てくるわけであります。それは、ものをそのままで見ようという思想であって、それはまあ荻生徂徠というような漢学者が、実証的にものを考える、実証的にものを論ずる、
あるいは新井白石なんてのはもう実に今の人文科学者もの方がまだつまり不明石じゃないかと思われるぐらい明石であります。でこれは中国朝鮮の学者は非常に関連的であって、朱子学が当時主でありますけれども、関連的であって、ものをそのままの姿で見なくてこうあるべきだという議論から始めるわけで、いやあれは三角ですが、いやそうじゃないんだ、まるであるべきなんだという不思議な議論が成立、そのまま居座っておるのがなお中国朝鮮であります。これは朱子学であります。で日本も朱子学をどういうつもりか知りませんけれども徳川家が採用しておるんですけれども、しかしその中にあって荻生徂徠のような人が出てきて、そうじゃないんだと、ものをそのままで認識すべきだと、これは商品経済が室町から続いているおかげであって、こういう学者は本場の中国でも半世紀遅れて出てくるんです。50年ほど遅れて新潮のいわゆる実証学というのが出てきますから、これは実証学というのはなかなか今の人文科学につながるようなもんでありますけれども、今の人文科学につながるようなもの、つまりいわゆるこの明治以前の学問は朝鮮でも日本でも中国でもモラルのもんであって、学問と言えなかったわけ、今のいう意味での学問じゃありませんが、それをやり始めたのが荻生徂徠からである。そうすると荻生徂徠って人だけが天才なのかといったら、同時代にたくさんいるわけでありますね。九州の大分の国東半島という、今でももう過疎村もいいようなとこで、三浦梅園という世界的な科学思想家が現れるのも この時期ですし、それから東北の八戸の町医者だったらしいという謎の人物で、安藤正益という、要するにマルクスよりも以前にマルクスのような人が現れるのもこの時期でありますし、それから元織宣長もやはりその実証主義の精神の中の一人であります。元織宣長もそれを国学に適用しただけであって、そうであります。それからもう一つ不思議なのは、非常に日本的だと思いますのはですね、山脇東洋という京都の医者の場合である、同時代人である、ほぼ同時代、50年ぐらい の幅を持った同時代人でありますが、山脇東洋というのはこれはいわゆるオランダ学、オランダ医学が入ってない頃ですよ。オランダ医学が入ってなくて、山脇東洋というものがですね、漢学者として、京都にいて、京都の御所って言っても貧乏なもんでありますが、御所の関係のお医者であった。でこの山脇東洋って人がただの漢方だけの医学の人なんでありますけれども、しかしこれが人体の解剖をした最初の人であります。アジアにおいて最初に人体の解剖をした人だろうと思うんですけれども、これはこの時代の合理主義が、室町から続いてきた合理主義が学問の世界に入り込んだ一つの表れだと思うんですけれども、当時解剖の図というのは漢方医みんな持ってたんです。漢方医みんな持ってまして、変な図なんだ、私も見ましたですけど、五臓六腑を漫画のように書いてありましてですね、でこれで体なんだと。五臓六腑というのは我々は漢方の言葉でありますですね。お酒をなんかこう冬の寒い時にキュッとこの熱燗をこの飲んだ時に五臓六腑に染み渡るなんてこう言いますが、そんな五臓六腑ってどれとどれだと言って、そんなもん漢方にははっきりしないんです。で漢方はその体を開いて、体というものはこうだということを認識せずに経験的に出来上がった医術でありますから、ですから体を開く必要はなかったといえば開く必要はなかったんですけれども、それにしてもですね、その漢方医でもその曖昧な解剖図は持ってた。その曖昧な解剖図は中国からトライしたやつを写してコピーを持っておった。中国はいつの時代にそれ出来上がったのかと言いますと、非常に古代に出来上がっておったと。ただ明の時代にですね、明の時代っていうのはそんなに古い時代じゃありませんが、明の時代に
その一人中国人の医者が、漢方医が解剖をしてみたいと思いましてですね、皇帝に願い出て囚人の解剖をしたのは、これ山垣東洋よりもずっと以前のことであります。山垣東洋は解剖の最初の人だと、アジアにおける最初の人だと言いましたが、その本当は先例が一つあるんで、明の時代に解剖しておる。ところがその解剖医はですね、解剖してこう腑分けをして眺めておって、随分こう漢方医の大事なもんとして伝わっておるこの五臓六腑の図と随分違うわけであります。で、解剖された人は罪人でありますから、死罪人でありますが、悪いことした人でありますから、その医者は困りまして、こいつは悪いことしたやつだからこれなんだろうと。で、正しいのは先祖代々伝わってきたこの尊い解剖図が、五臓六腑の図が正しいんだと。それで結局五臓六腑の図を修正されなかった。つまり、中世以前の人間の精神のというのはそういうもんであって、中世以前の人間というのはリアリズムは敵であります。で、観念が、ヨーロッパのカトリックでもそうでありますが、観念が最も大事な真理であり、大事なもんであります。でありますから、引用五行説によって出来上がった多分に創造的な五臓六腑の解剖図というものを照らし合わせて現実の臓腑を見てみて、違うんだというのは、違う相手を否定する、現実の恐ろしさというものに目をつぶるのがリアリズムでない時代であります。で、解剖図の方を採用してしまった。で、この事態は一つあるんであります。一つあるんですけれども、要するに日本の当時、江戸のその中期までのはとにかく解剖は、そういう漢方の中国から伝わってきた五臓六腑の図であります。で、山垣東洋はどうもこれ違うんじゃないかと若い時から思っておりまして、どうも違うんだと。で、ところがこの人の話ではカワウソというものは、人体に似てるそうだというので、山垣東洋は、若い時から55歳ぐらいになるまでカワウソの解剖ばかりをしておった。で、ですけども、カワウソと人間とはやっぱり違うだろうと。山垣東洋の頃にカワウソがそんなにたくさんあったっていうのは非常にこれも不思議ですね。たくさんあったらしいですな。今は高知県にしかいないそうですな、天然記念物で。で、そのカワウソをやってみたんですけども、50何歳の時に、頼んでですね、京都の幕府の諸子大に頼んで、内密にその死刑人の解剖を、死体解剖をさせてもらった。粟田口の刑場でさせてもらったわけなんです。で、その時に全く中国の伝来したものと違うので、山垣東洋は小躍りして喜んで、これは前からおかしいおかしいと思ってたことは本当だったと、実際のこの現実の死体とは全く違うんだと、この現実の死体が本当の正しい人体であると言って、彼は詳しい報告書を書くんでありますけれども、そしてまたその解剖させてもらった死罪人は自分の菩提寺に葬りまして、丁寧に石塔を建てて、自分の一族と同じ待遇にして今でも残っておりますけれども、供養するわけだってありますけれども、何にしてもこういう精神が出てきたっていうものはアジアの他の地域とは違うところであります。で、これで私どもはその中国を見る目も狂うわけで、中国人が日本人を見る目も狂うのは、この日本人が持ったこのリアリズムというものはのためであります。で、もっともリアリズムってものはですね、非常にものは三角は三角だっていうのは、山垣東洋のような勇敢な偉大なる人にして初めてできるんで、我々のような、気の弱い人間にはなかなか勇気のいることであります。でありますから、結局リアリズムの精神が社会を突き崩してしまう、かつての
素朴なリアリズムが起こったのは室町時代だと、商品経済つまり貨幣経済が起こり始めて室町の門閥体制が崩されてしまったという第一期がありますが、第二期がつまり江戸初期中期のこの学問の世界に出てきた本居宣長、それから荻生徂徠、新井白石、山脇東洋、三浦梅園、あるいは安藤昭益といったような人たちの時代であると。宝暦年間が一番この精神が火を吹いたような時代であって、要するに宝暦年間というのはこういうものが花が咲いたんですけれども、ところがだん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 こう衰弱していくような格好でも、やっぱり地下水のように入っていくんでしょうか。その幕末になりますとですね、水戸イデオロギーっていうのがもうあっと出てきまして、これは関連論であります。これは大変な関連論で出てきまして、その本当のリアリズムっていうのはこのオランダ学者なんかの方に行ってしまいまして、本当のリアリズムっていうのはこれものは三角は三角じゃないかと言うと世の中が壊れてしまう、だから恐ろしいわけであります。例えば安藤昭益の話をしますとですね、この人はもう要するに将軍も大名も侍も全部泥棒だと言った人であります。これは八戸の町医者でありますけれども、この随分喋ってるんですね、喋りかけたらやっぱり喋らなきゃいけませんから、喋ってしまいますとですね、リアリズムがいかに怖いかと言いますとですね、ちょっと安藤昭益というのは名前をご存知の方があると思いますが、名前を覚えなくてもいいですから、こういうことで出来上がった思想家だというだけは覚えてください。その東北地方っていうのは、日本海岸は古代から開けておったんですけど、太平洋岸は遅れておったんです。その日本海岸はこれ不思議だと思いですが、船の交通は日本海の方が古くから発達しておって、太平洋岸はなかなかこの日本の戦国時代江戸時代程度のこの船では行けなかった。日本のこの船っていうのはタライのようなもんでありましてですね、龍骨が入ってませんですから、それは後で西洋船が入ってきて龍骨ができるんですけども、このタライのようなものでしかも龍骨のような芯が入ってませんですから、このトイタをこう張り合わせたようなものが500石船戦国船であります。それではですね、太平洋の荒波がうまくいけないんで、なかなか開けなかったんです、ね、この南部という今の岩手県の土地に船が行き出したのは元禄時代から、非常に新しいんです。元禄時代から江戸から太平洋航路が開かれたんです。江戸から太平洋航路が開かれて、いきなり南部の南部藩の今の岩手県の、八戸は今は青森県になってますけれども、当時は南部家の港であります。南部家における横浜神戸であります、八戸に行く。でその元禄時代から行き始めると、このそれまでは弥生式時代とあまり変わらない生産形態が南部藩のお百姓の生産形態で、のどかに暮らしておったわけです。ところが商品経済ってものがさっき室町時代から起こったと言いますが、南部藩はのとこはなかったわけです。江戸の元禄時代に大量にやってきたわけです。これは公害であります。社会の変化というものは徐々にあって初めて、無害でありますけれども、室町時代に商品経済が起こったというのはきらびやかな話として私はしましたが、それは徐々に来たから、それに対する被害は受けずに、益だけを極端に言えば受けるという条件が徐々ならいいんですけれども、日本の高度成長のように一時期のようにいっぺんに来ると大公害が起こりまして、あれが徐々だとそうでなかったと思うんですけれども、その南部藩はその室町時代から蓄積した商品経済の日本の商品経済の能力はいっぺんにここに太平洋航路を伝ってきた商人たちによってやられたわけである。商人はもう全員と言っていいんですが、古着を持って行ったわけです。もう古着っていうものは割合今は綿製品とか銃製品は簡単ですけれども、当時は古着っていうのは値段の高いものだったんで、大きな藩のご家老の奥さんも
古着を買うのが普通だった。江戸とか大阪、京都での古着を江戸の商品が商人が集めましてですね、これは大体、まあ、近江商人と言われているような近江の人が多くございましてですね、近江の人が太平洋航路に乗って古着を持って行って売りつけて、そこでたちまち産を成して、八戸および今の盛岡で産を成しまして、産を成したら今度は百姓に金を貸し付ける、貸し付けると百姓はつい借りてしまう、電磁を肩に借りてしまって返せないもんですから結局取られてしまう。そうするとたちまち氷菓子、古着屋さんが氷菓子になって、氷菓子が大地主になってしまうと。そうすると藩はその大地主から税金を取ればいいだけですから非常に楽になるんですけど、下のその百姓たちっていうのは全部奴隷になってしまった。ほとんどが奴隷になって、小作人というよりも奴隷になってしまうわけであって、それがもう他の日本の地域には、例えば静岡県なんかはそんな話聞いても、それどこの国の話だっていうぐらいののんびりした時期の時に、南部藩は一時に商品経済が行ったために地獄になったの。それを八戸にいた安藤昌平という町がその時期にいたわけである。その時期にいて10年なら10年八戸に住むことによってよく分かったわけです。ちょうど土地の断層がいろいろこのあって、この断層の 図がありますが、ああいう図のように世の中の仕組みが分かったわけで、世の中ってものはこう徐々に来ればいいんですけれども、いっぺんに来ると非常にこの図式が分かってしまって、なぜ人間が奴隷になっていくかと、なぜそれまで太古以来自分の田んぼを耕してきた人がなぜ奴隷になったかということをよく見て、そして将軍、大名、商人、全部泥棒であると。これらは全部追っ払わなきゃいけないと。農民だけが正しい人間だという、特別な理論が出来上がるのが、安藤昌平の理論でありますが、これは安藤昌平が嘘を言ってるわけじゃなくて、本当に南部の地ではそれがまざまざと見えたわけである。これはリアリズムであります。このリアリズムは残念なことに同時期の静岡県では、駿河では、通用しないんですけど、俺のとこはそんなんじゃないなっていうだけですけれども、南部の地ではリアリズムである。でこれを言うことができなくてですね、彼は言えば晒し首になりますから、ついに彼は名前もはっきりせずに、どこで死んだのかもはっきりせずに死んでしまって、明治年間にそれも末期に彼の書いたものが発見されて、しかも戦後にアメリカ人が研究して安藤昌平というのが我々の、まあ、それまでに日本人の研究者がいますけれども、我々の名前に我々の耳に馴染むようになって、したわけでありますけれども、何にしてもそれはこの時代の人であります。そしてリアリズムというものは恐ろしいもんで、安藤昌平がついに黙って死んでしまった。拡大書いて、でその徳川中期に出来上がったリアリズムもですね、なかなかつまり政治の表に出てこなくて、政治の表を風靡し始めたのは幕末の尊王攘夷であります。これは幕末で出来上がったんでなくても、江戸期いっぱい朱子学がありますから、朱子学は尊王攘夷なんです。でそれがシュプレヒコールのようにやかましくやれ始めたのは幕末の志士たちからであって、要するにペリー来航以来であって、これは恐ろしく観念的なものであります。水戸学が作り上げたもので、水戸学はご存知のように朱子が、朱春水という民から流れてきた朱子学者が作ったもので、朱子学というのは関連論なんです。関連論でない面もありますけれども、少なくとも重要な部分が関連論になっておりまして、朱子学の政治論というのは2つありまして、その王朝は正統であるか正統でないかという非常に愚劣な議論が大事だというのと、それからもう一つは外国人は全て敵だというのは、そういう思想であります。というのはご存知のように私学というものはですね、中国の宋という帝国が北方の異民族というのはさっき好きたいのことで言った遊牧民族がまだその頃は活躍しておりまして、圧迫して北中国は全部遊牧民族の国になって、恵比寿の国になって、漢民族の正統の王朝はヨスコ以南に逃げていって、その逃げていった王朝で出来上がったのが朱子学であります。でありますから、
はっきりと恵比寿から追われたものですから、尊王攘夷であります。尊王は自分の漢民族の王であり、攘夷は恵比寿は、遊牧民族であります。でそれと恵比寿の 国々は中国の風の名前をつけた王国を作っておるけど、あれはインチキであると。なぜインチキであるかという議論のために、南北朝清純論といったような、その王朝は正しいか正しくないかという孤立ばっかり言うところが朱子学の政治論にあるわけであります。ですからそれがそのまま直輸入されて、日本の水戸学になって、それが主導イデオロギーになって成立したものですから、我々の目からなかなかリアリズムが表へ出ずに、せっかくこの民衆の中にまで染み込んだリアリズムが政治の世界にまで通用せずに、そのまま明治の国家になって、我々のは 私はその1923年生まれでありますから、戦前の教育を受けたわけでありますが、戦前の国定教科書は全部水戸学による歴史であります。後醍醐天皇はどうだとか、楠木正成はどうだとかいうことばっかり言ってるつまらない歴史でありまして、関連論であります。そういうリアリズムというものがいかに大事なもので、いかに恐ろしい、しかも関連論を振りかざしている支配勢力にしたら恐ろしいものであったかということ、それからリアリズムだけでは人間は幸福になれませんけれども、ここから向こうは皆様に考えていただけなきゃいけないんでありますけれども、我々は日本人はそのひょっとすると21世紀になると世界の誰も助けてくれないような重要な役割をするかもしれない、民族になると思うもんですから、我々はその時に変な観念に取りつかれなくて、非常にずっしりとしたリアリズムを、せっかく14世紀ぐらいから持ち続けてきたリアリズムっていうものを、非常に精度のいいものにしなきゃいけないんじゃないかと。私はその三角の形を丸だと言ってる人たちというのは非常に嫌いなわけであります。戦時中から嫌いで、戦後も似たような人がたくさんいて、それがもうこれは我々の社会をめちゃくちゃにする人たちだと思う心が割合強くてですね、日本人リアリズムっていうのは大体西洋人の論議になってきて、西洋人の哲学者の名前とか芸術家の名前が随分出る論議なんですけれども、私は今日は日本におけるリアリズムっていうのはどういう伝統があり、我々はどの部分で自信を持っていいかということを、もっと喋りたいんですけれども、もっとリアリズムのいい例があるんですけれども、そしてそれをさらに文学とか、あるいは他の分野でリアリズムの成立というのを、お話したいんですけれども、それは皆さんの方がひょっとするとよく知っていらっしゃるかもしれないというずるい口上を述べましてですね、私が最近考えておる、おったことを聞いていただいたわけであります。あとなんだかこう質問ということがあるそうでありますから、私は一旦ここから退場するんだということを言い聞かされておりますので、これで終わります。どうも。